はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。キングダムス&キャッスルやっていきたいと思います。前回引き続き、人口を増やすことと、食料を増やすこと、やっていきたいと思います。ベッドの数が、あ、こんだけあんのに、人こんだけしかいないってやばいな。やばいな。農場を増やせば役に立つかもしれませんよ。改善しなければ、できなければ我々の国に住みたいという自分。食料か、やっぱ食料なんだな、食料。畑か、畑をいっぱい作らないとダメだな。畑か、この辺作るか。空いたスペースに全部畑作ったろうかな。あんま用ねえな。それ良くないよね、あんまりね。まあでもやるだけやってみよう。こっちの方結構あれだよな。土地が空いてるもんな。でも道を作らないと奥まで行けないから、とりあえず道を作るか。非常に混雑して、農民もっと奥の入浴場が必要です。もっと必要。あれ?え?水か。あ、人員がいない。水車も人員がいるんだよな。そうだ。水処理技術ってことは、これ水車、これかな。うーわ、人が足りなさすぎ、問題。あ、そうか、風車も人いいんだ。うーわ、これあれだな。ほんと人がいる。水管理はドラゴン来た。無理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 。ドラゴン無理だよ。ドラゴン無理。ポチ管理俺そんなにいるかな。うわ、ドラゴン来たし。無理だ。また2体来た。この辺にも建てるかなあ。あ、ここにあった。うわあ、一回ぐらい倒せないかな。ああ。ああ。こういう時舞台関係ないもんな。うわあ。またそっち行く?もう壊れてるよ、そこ。うーわあ。うーわあ。どっか行くまで待った方がいいかな。あ、どっか行った。え、まだどこも行ってない。意外としつこいな、こいつ。
ああ、ダメ。今、再建してんだからやめて。マジか、こいつうぜえ。こいつうぜえ。マジうぜえ。このドラゴン、この黒竜みたいな。うぜえ、マジうぜえ。さっさと帰れよ、お前。ああ、ああ、壊滅しちゃった。ああ、ああ、お前、お前のせいで、こいつ、コンクリックで殺してやりたいよ。くっそー。マジかー。やべえなー、これ。くそー。なんてことだ。最近亡くなった1名の人たちは、丁重に埋葬されていません。マジか。これ難しいなぁ。どう立て直すかなぁ。どうしたらいいんだろうなぁ。お肉と魚相変わらずないしなぁ。難しいなぁ。この辺に、果実園作るか。で、その周りに、農場。あ、でも、そうだった。あのね、海の近くにすると浸水するんだわ。そう。あの、この間作った、ここに作ったと思うんですけどね、浸水してたんですよね。浸水して、多分、なんか、当分は農場として使えないみたいな。でも今もう復活したのかな？これ復活してるな。だからあんまり海沿いに作るの良くないんだよな。ちょっと待って、ここなくなってんじゃん。ちょっと埋葬してあげて。あ、あれか、墓地の管理人いない、もしかして。あ、いない。だから埋葬されてないんだ。やば。管理人やっぱ上いるわ、上に。人がいねえんだよな。はあ、農場がそうやな、上すぎてこんだけいるもんな。あ、農場もうちょっと下にして、でも食料作らないといけないからな。医者はいる。あ、そっちに行く？そっちに行く？ま、いっか。やっぱ人が来ないとダメだ、いっぱい。ちょっと早く埋葬してあげて、この人。あ、3人も死んでる。ちょっと、やばいやばいやばい。ちょっと埋葬してあげて、管理人さん。そう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 、埋葬してあげて。さすがにそのまま放置はダメだって。そんな村終わってるから、ちょっと。ダメダメ、早く埋葬してあげて。そうそうそう、早く早く、こっちもいるよ。早く。ああ、もう、なんか、やだ、もう。ほんと、こう、さ、ドラゴンとバイキンがほんとに憎たらしい。本当に。ああ、ちゃんといいように作りたいな。いやー、どうバランス、ちょっと人の見てみようかな。なんかどっか YouTube で。誰かやってる人いないかな。これはね、難しいわ。自分で考えながらって難しい。
ああ、ここでも早く、ここの亡くなってる人も早く埋葬してあげて。ああ、人増やさないといけないというのに。めっちゃ笑ってるし何なんだこれ。こっちの方多分幸福度低いよね。こっちほらかなり低い。でも全体的に黄色もほとんど黄色だしな。この辺全然ダメだ幸福度。15。うーわー、埋葬が遅れています。なに、これ管理人もっと増やさないといけないってこと？そういうことかなぁ。三人じゃ追いついてないってことか。あ、火事になってる、火事になってる、火事、火事になってるよここ。うわ、近くいなかったなぁ。はぁ、あ。どうしよう。何を手つけたらいいんだろう。ちょっと、俺、王様としてちょっとやばいわ、今。悩んでます。王様として悩んでます。ちょっと、顧問官教えてくれ。食料はわかる。保護剤を置く場所がない。贅沢があります。この薬剤を保管する仕組み。もっといる。ドラゴン食い止められませんでした。おそらくより多くのアーチャータワーやバリスタの設置が必要、建設が必要です。やっぱそうか、もっといるかー。そうやな。まず守らないといけないもんな。備蓄。まず備蓄のとこがいるってことやな。備蓄か。どうしよう、こっち。こっち側行っちゃまずいな、ここは。どうしようかな。ここを伐採して、ここに置こうかな。ここら辺も伐採するか。で、あと、なんだっけ。アーチャータワーか。アーチャータワー作るか。ギリシャ、大ダメージ当たる爆炎を放つ。射程が短く、リロードが長く、一発ごとに積みを消費する。アーチャータワーをどこに作ろう。大体街中でやられてっからなぁ。ここに、いや、ここ近いなぁ。ここに置くかぁ。どこに置こうかなぁ。近くここだよなぁ。でも、ここに欲しいよなぁ。いや、こっちが行くか。どこだろう、ここかなぁ。埋葬は追いついた？あ、大丈夫、大丈夫か。埋葬ができないのはちょっと痛いな。いやー、大変だね、なかなか。で、ちょっとバイキング用にももうちょい外側にも欲しいよな。まあ、ちょ。手すきじゃないんだよなぁ。全然。全然手すきの農民はいないんだよなぁ。ここら辺ちょっともうちょっと離れた場所に置くか。バリスタタワーあんま役に立たねえからな。リロード遅いし。で、こっち側に、ここに欲しいよなぁ。で、そしたらこっちから歩いてきた。まあ、まあいいか。それ、下かな？下がいるか。下がだって、この辺、何も、誰も守る人いないもんな。ここか。
ってなると、ここにも欲しいよな。一気に置きすぎかな。でも守らないことにはちょっとな、人も寄ってこないしな。バイキンがどっから来るかなんだよな、ほんと。あと何が、あれできてないの？ここか。マジか。ここにも作るか。とりあえず繋げた。こっからまた幸福度を上げていきたいな、頑張って。農民がだって、農民が少ないもんな。この辺の畑全然使われてないもん。壊したか。水が足りなそうな場所、この辺か。この辺火事あるのかな。もういっか。あとは大丈夫か。空きがない。だって誰も住んでないもんな。めっちゃこの辺幸福度が上がってるはずなのにな。あ、俺がやっちゃった。俺があげちゃった。違うもんね、ここ司祭様いないじゃん。労働者が足りません。やばいです。いや、
労働者がいないんで人が来ません。あ、労働者、悪循環だよねこれね。幸福度が低いから人が来ませんっていう状態だもんね。うわぁ、マジかぁ。売るものは特にない。ない。今、うちの、ちょっと町はね、ちょっとやばいんでね。やばいんでね。売る余裕はねえっすわ。お金、そうね、お金、あ、でもそんな溜まってないな。風車小屋動いてる？動いてないね。あー。難しいなぁ。難しいなぁ、ほんとに。バリスタやめて、アーチャータワーにしようかな。バリスタ、だってあんまり竜に聞いてないもんなぁ。あと1年で来るよ、バイキング。どっから来るんだろう。ここちょっと守りたいな。金取られるわけにいかないから。どうしよう、壁作ったろうか。届くかな。届かないよね。こう作って、こう作ったろうか。あ、バイキング来た。あ、下から来てる。え、下からどう来んの？え？うわ、そんなとこに来んの？マジか。待って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 。こっち、こっち来て、こっち来て。やべえ、この辺、マジか、そんな来んの？ああ。いや、ここ、ここ、ここ。あ、これ、これやってくれてもいいよ。やれやれ。ミチェル教、ミチェル教頑張れ。ミチェル教頑張れ。ミチェル教頑張れ。あ、逃げてた。くっそ、お前ら、ああ、壊されちゃった。もう一部隊動いてねえじゃん、お前。もう一部隊。ああ、なるほど。こっちに来るのか、ここに欲しいな、そうなると。ここに欲しいな。ここに作るか。はあ。マジかぁ。どうしたらいいんだろうなぁ。ぜひね、ちょっとコメントでね、アドバイスのいただけたらなぁと思いますね。はい。もうちょっとこれ増やした方がいいかもしれないですね。ちょっとね、ほんとリスナーさんというか、コメントの人もコメン感って違うな。コモン感としてね、皆さんぜひともね、この、こたつワールドをね、よく、いい街にしていくためにご協力お願いします。
でもあれだな、コメントで教えるから、ある意味コメン感でも間違ってはないな。はい。ねえ。いやー、ちょっと、ほんといい街にしたいですね。もっと、999、何人行くんだろうこれ。1000人ぐらい行きたいですね。あー、ね。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあね。